やけです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。それでは、哲学から見たラムダという話を、技術的な話は、この後、詳細に浅田さんが会うと思いますので、自分はどっちかっていうと、なんか、ふわっとした話をしたいと思います。で、今年の2月に論文が出た、で、なんか、意識があるという話で、まあ、賑わしてるラムダなんですけれど、ざっくり言うと、なんかこう、いろんな指標が、なんかこう、人間のツボを押さえるような、概念が結構含まれてるな、というので、なんかこう、どちらかとコンセプト的な勝利もあるのかな、とは思いましたね。まあ、人間がこう、なんか AI って気づくような、まあそういうところと、あるいは、ここのツボを刺激してくれたら、なんかいいなっていうところが、まあ、あって、それを、まあ、一つ一つ、なんかこう、組み立ててるな、っていうのを思いました。まあ、例えば、まあ、これまで言語って結構、コーパスがーっとかって、誰が喋ってるかみたいなのを問わないみたいなね。ある状況を限定して、例えば、あなたを売り買いみたいに、することは、ファインチューニングあるんだけど、まあ、そういうロールコンシステンシーみたいなものもなんか考慮されてやってるみたいなところがありました。ちょっとこの辺は、次であると思いますので、飛ばします。で、もう一個の工夫としては、まあ、ツールセットとリサーチって話がありまして、まあ、単にこう返答するんじゃなくて、そこからなんかもう一個こういう、なんかこう知識加えたなみたいなのが、まあ、ラムダリサーチのモジュールがして、それに対して、それに対して答えを用意する TS っていうのがあって、どんどんこう返答をこう盛り付けていくみたいな。そうすると、なんかちょっと聞いたのに、あれ、なんかすごいリッチな答えが返ってきてみたいな、まあ、そういう印象をユーザーは受けるわけなんですよね。この辺はなんかツボの一つかなと思って、で、なんか意識云々の話は、あんまり、この論文の中でちゃんと自分で評価してるので、それぞれの人を、なんかあそこの議論よりは、なんかこっちの、なんかちゃんとしたなんかリサーチの統計結果を見た方が、なんかはっきりするんじゃないかな。意識云々は答えがないので、別に個人としてやるといいと思うんですけど、まあそんな感じで、僕の所感としましては、まあ、言語モデルとしては、結構シンプルでも規模は大きいなっていう感じがして、あと人間の会話のツボを作用としてるかな。コンセプトの勝利とそれを設計に落とすだけの設計力。まあ、機械が意識云々は僕も好きな議論なんですけど、ちょっと今回に関しては、ちょっと言い過ぎっていうか、個人が言うのは全然いいと思うんで、いいと思うんだけど、社員として言っちゃうのはちょっとまずいなっていうところが あると思うんですね。ちょっと逆にチープな感じになっちゃうので、まあ、Google 自身は自分でこう、測定してるので、いろんな、意識の話は意識そのものの定義が曖昧なので、さっきの概念に落としてやってるので、そっちがいいかなと思いました。はい。ということで、人間がいつ、人工知能に知能を感じるかって話を、ちょっとフィロソフィカルにこうですね。人工知能が性能が上がったからといって、人間がその人工知能に知能を感じるってのは全く別の話なんですね。まあ、これは多分僕の長いこのゲーム AI 開発経験から言えることなんだけど、僕も、大学院出て、ゲーム産業入って、賢い AI 作ったユーザーも賢いと思ってくれるだろうともう思い込んでたけど、全然そんなことなくて、むしろ、大した AI じゃなくても、あるシチュエーションであることをすると、ユーザーは、あ、知能があるって思ってくれるんですね。で、あるいはもうすごい推論マシンを入れて、AI に考えさせても結局 AI の中身ってユーザー見れないので、最後アウトプットで横に一歩動きましたみたいな。で、それでは、ユーザー感知が、将棋と囲碁だとそれでもいいかもしれない。将棋と囲碁は本当にその手を打つっていうのはすでに表現になっているのはいいと思うんだけど、通常の AI はそうじゃないですね。で、人間が AI に知能を感じるファクターはその3つあると思っていて、
一つは自分の意図の強さですね。で、なんかやろうとしてた時に、なんか邪魔されると、すごい人間って、それに知能を感じる。なんでわざと邪魔するんじゃみたいな。まあ、偶然手が当たったとかも、歩いてるとなんかムカッとくるな、そのせいで。だからゲームでも、ユーザーになんかやらせようとするわけですよ。こう宝箱取ってって言って。で、宝箱のちょうど手前でモンスターがを配置しておくと、なんで邪魔するんだよっていう、こう、怒りが来るんですよね。でそうすると、そのモンスターに対して、なんかそう知能を感じるって言ったらやっぱあるわけですね。次は、自分の生存の危険なんですね。まあ、これは、例えば、体力が100の時と、体力が1の時に、モンスターと出会うのは、全然違う話なんですね。100の時はもう A ボタンを押せばいいじゃんみたいな話になるんだけど、1の時は、おーっと、みたいな話になって、どうしたらいいんじゃって言って、もうすごい集中力でその相手を見るわけですよね。で、それはでも人間リアルのライフでもあって、山の中で遭難した時に、なんてことない動物が普段はそうなんだけど、すごい怖く見えたり、なんてことないその坂道が絶壁みたいにするわけなんですね。で、そういうふうに自分の生存の危険度が高まると、人間ってすごくセンシティブなんですね。何に対してチンプンだけど、他の知能に対してセンシティブなんですね。あと人間と似てれば似てるほど、すごく知能を感じるってなんですね。例えば言葉を喋るってのもそうだし、例えばたまたまその岩の形が人間の顔をしてましただけでも人間はちょっと怖くなるとこもあるんですよね。で、そういうふうに、この3つのファクターで、こう、その人間の知能の感性を高めておけば、逆に言うとあんまり賢くないその知能でも賢いと思ってくれるんですね。で、これを、まあ僕みたいなエンタメの中にいる人間では逆に使うわけです。例えば自分の意図の強さっていうのはユーザーに宝箱取ってきてよっていうミッションを課すわけです。で、生存の危険度っていう意味では、モンスターにボコボコに殴らせて、もうギリギリ取れるか取れないかみたいなところに追い込むわけですね。で、あと、やっぱりその、モンスターのデザインっていうなんだかんだって生物に似てるので、まあそういう、ちょっと逃げ怖いと思うっていう意味で、これでどんどん知の感受性を高めた上で、その、なんて言いますかね、ユーザーの、なんかセンシティビティをどんどん上げていくわけですね。上げていった上で、そういう、なんて言いますかね、それなりの AI ですね。それなりの AI をぶつけるだけで、ただルールベースで単にそのルールベースで動いてる AI だけでも、ユーザーから見ると、あ、賢いな、俺のなんか今弱点をついてきたぜとか、勝手に思うみたいなところがあるんですね。で、そこに本当に強い AI をつけると、本当にもっと効果が出るっていう話ではあるんですね。だから、そういうですね、実はその知能の感受性を高めておくっていうのが、実は AI を大きく見せる、ファクターなんですね。でもよく考えると、実は今、世の中のほとんどの人はその状態にあるんですね。なぜかっていうと、インターネットが始まってから、僕は情報社会にこう、で、情報に敏感になれってこう教育を受けてきたんです。で、いろんな人が今、すごく情報に敏感になってて、それは実はその状態で AI を放り込むと、みんな AI に対して注目してくれるんですね。例えばこれ AI の冬の時代、まあ僕も大学で研究してましたけど、まあ正直どんな賢い AI 作ってもみんななんか全然もう動かない。何も感じてくれない。でもこの20年間でずっとこうすごくなんかインターネットとか情報が社会が配信、情報をキャッチアップしなきゃいけないっていうのをずっとセンシティブで言うと、その情報空間の中って AI の方が賢いので、すごくみんな実は、まあ、人類レベルでですね、情報に対して敏感になっているってことは、この知能感受性がすごく高まった状態にあるんですよね。で、そこで人工知能ブームがやってくる土壌ができてたみたいな、まあ、そういう話もあります。で、ちょっと、元に話すと、そういう知能感受性が高まった状態で、まあ、それなりのAI の強さですね。本当に強さですね。で、こっちの知能感受性を高めるのは、そのゲームで言うと、プランナーの役割なんですね。まあ、
まあ、で、敵の賢い AI を作るのは、やっぱりその AI エンジニアの仕事なんですけれど、大体の場合ですね、まあ、ごめんなさい、言葉、すごく言葉は悪いんだけど、大学から出てきて、最初にゲームの AI 作らすと、まあ、大体この敵の知能を賢くしようとして、すごい推論できるんですよとか、すごい、それさすがに重要なんだけど、こっちの知能感受性の話は全く抜けてるんですよね。例えば、そこで、例えばですよ、自分、モンスターたちが、自分の仲間が倒されました。近くに行って、吠える。こんなスクリプト誰でも書けると思うんだけど、で、それだけでユーザーって、ああ、こいつ賢いと思ってくるんですよね。で、ユーザーがいくら戦略を立てて、こっちから倒して、こっちから倒して、ちょこまかやってもあんまり感じてくれないみたいな。で、それどこに感受性があるかを、ちゃんと感じさせないといけないですね。だからこの2つがですね、こっちはプランナーとエンジニアが協調しろっていうのはまさにそういうところで、その両方合わさると最高に感じてくれるみたいな。でも単体として取り出すと、そんなに賢くないよねって場合があるんですね。まあ、そこがやっぱりゲームのマジックでって話になります。で、別に今日はゲームの話じゃないので、まあ、言語の話ですよね。で、今言ったのは、やっぱり、ユーザーって、やっぱり人間、相手の存在に対して自分を基準に、リアリティを築くってことなんですね。例えば、自分、つねられたら痛いから、ぬいぐるみを、つねると痛いみたいな、痛いでしょと思っちゃうんですね。で、まあ、自分の体を基準に相手の体の基準もいいから、例えば、映画って別に、アニメでもそうだけど、ザクッと切られたら、あ、なんか痛いだろうっていう、ちょっとミラーニューロンっぽいのが働くわけですよね。で、その言語もやっぱり一緒で、人間ってある程度言語的存在なんですよね。言語的存在であるっていう意味はどういうことかって言いますと、ちょっとこれ、解読しますけれど、で、まあ人間のこの知能モデル、すいません、いきなり仏教の話だったんですけど、まあ、由意識モデルってあるんですね。これまあ1000年以上前に仏教を言ってるわけですけど、まあ、最初生えてる混沌としてて、そこから意識ができて、で、最後五感があるみたいな。で、この間に、例えばこの荒屋敷っていうところでは、自分と世界を分けてないんですね。これ、マナ式ってところで自分っていう概念が生まれて、で、思考があって、学問して。で、こういうふうに、知能が、まあ、できていくんですけど、で、こういう身体のレベルからどんどん知能って、ずっとできていくわけです。で、ただ、これだけではなくてですね、すいません。で、まあ、世界を人間がどう見てるかっていうのは、二重構造になってるっていう話がありまして、まあ、最初の、今言った身体的なものっていうのは生体による分節化って言葉で、要するに、やれる体によって世界を解釈してるみたいね。自分の食べれるものとか、自分が通れる場所とか。で、その次の段階はやっぱり言語による分節化って話があって、言語っていうのはまあ社会的恣意性があるっていう、与えられるもの。言語によって自分自身を構造化してるし、自分、世界をまあ見てるってところです。で、これを、環世界というのは生物学から来て言葉なんだけど、まあ、要するに動物的な世界なんです。で、上の言語によって世界を見ている世界を、まあ、文化世界ですね。で、この2つの世界が我々2つ持ってて、2つリアリティがあるんですよね。例えば、リンゴを見たときに食べるものって思うけど、それは同時に、これは誰々さんの所有物で、いくらでいくらです。これ文化世界の話なんですね。実は、この我々常に世界を二重に見てて、で、実は AI、今のそのラムダっていうのは、どっちかっていうのは、環世界ではないですね。文化世界の方の話なんですね。つまり、体としては世界根付いてないんだけど、文化世界の中で、我々がその他者の、例えば言語の向こうに他者の像を結ぶっていう機能を、今最大限AI を利用しようとしてるんですよね。で、トリックというか、まあ、仕掛けとしては、我々があまりにも言語を通じて、例えばツイッターの向こうに言わせたり、チャットをしたりして、
言語越しに他者を再構築する鋭敏性って今すごく高まってるし、これからどんどん高まっていくんだけど、まあ、そういった状況下の中で、この文化世界の中 の AI をある程度作るとですね、やっぱりそこにはある存在が、まあ、像を結ぶような機能として、まあ、あるみたいなところがあります。で、そういったデジタルアバターのリアリティっていうのはいくつかあって、まあ、ゲームの場合はですね、まあ、3つなんですね。物語としてこの人は王子だからとかリアリティと、あるいはいろんなアクションによるインタラクティビティのリアリティと、あとは音楽とか音とか、そういうもののリアリティを合わせてゲームのリアリティを作るんですね。で、一般デジタルアバターの場合、この言語的リアリティっていうのが入ります。で、それぞれのリアリティが、相手のデジタル存在のリアリティを構築していくんだけど、で、今回で言うと、まあ、この体験とか感覚はない。でこの若干この物語が例えばそういうなんていうかな AI がどんどん賢くなってるよみたいなこうどっかでこうテレビで見たりアニメで見たりこうそういうの刷り込まれてるとでそこにある程度のリアリティ言語と賢さがあるとやっぱりそのこれは本物の知能じゃないかみたいなことをやっぱり人間側が感じるという形でそのどちらかというとリアリティっていうのは人間が生み出しているものなので、まあ、それが、まあ、今回のその意識があるないみたいな発言をしてしまうみたいなところで、それは実際にそういう感じたってことはすごい重要な、まあ、ことであります。ただ、現在のそのナムダに関しては、その実際のその環世界みたいなのも持ってないので、そこの生物としての根がない状態で意識がある云々っていうのは、ちょっと先走った話でもあるかなと思いますけど、まあ、逆にそういうものをうまく像を結べたっていうのは、言語だけでそれを結べたっていうのは、まあ、技術の進歩によるものなのかなと思いました。はい、以上です。ありがとうございます。